何やってんだターボ。羽村の頭。話せよ。俺ターボーがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかはねえ。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。すいませんでした。ケンゴ、お前まだターボに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端今度は自分の恋人ぶっ殺しちまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう吊るされたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。あ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おう、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か。ねえ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。松金のおやすさん、お元気ですか。素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。おい、行くぞ。